はい、どうもサリーです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日も元気に千葉から元ブログをお届けしたいと思います。いや、元ブログをお届けしたいと思いますって言ってますけど、元ブログなのかってやっぱり思うんだよね。たまにこれは元ブログじゃないですよっていうコメントをいただきますけど、元ブログっていうのは何かっていうと、バイクに乗ってバイクの上から話をするっていうのが元ブログですよね。で、まあ時折バイクを降りてもそれは元ブログだと思うんですよ。最初と最後がバイクだったらそれでいいっていう認識でいるわけなので、まあそもそも俺は元ブログとして始めてるわけだから、まあいいんじゃねえかなと。レース系とかさ、キャンプ系元ブログとかそういうのありますけど、俺のは廃墟系元ブログ、スタレ系元ブログということになるんじゃないかなと思っているわけです何の話？そうそうそう今日ね、またスタレ系です。スタレ系に今日も行きます。で、今日行くのは廃墟です。まあ、結構有名な廃墟なんですよ、でね、結構近いんですよ。市原市だから千葉市の隣ですね。市原市に入ってもすぐぐらいのとこなんで、めちゃめちゃ近いの。バイクで行って20分ぐらい。まあそんなところにあるね、廃墟を見に行きたいと思うんですけれども、で、この橋ができたのが1957年とかだったと思うんですよ。で、古い写真で見るとこんな感じですね。相当古い。もうなんかね、1957年以前からそこにはもともと橋があって、まあその頃新しく建て直されたのかなと。鉄筋に変わったのかなという感じなんですよね。でね、今回行く場所はもう着きますけど、結構コメントをいただいていて、でね、いつか行こう、いつか行こうと思っていたんですけど、あのね、どうしてもね、この草木が多い時期なので、なかなかね、行けなかったっていうのもあって、ちょっと落ち着いてきたかなっていうところで、今回行ってみることにしました。この先ですね。どうなってるか分かんないんだよね、今。あ、ありましたね。一応ありますね。でね、この橋ね、渡れないんですよ、確か。ほら、老朽化し危険なため通行はご遠慮くださいということになっています。ただですね、通行はご遠慮くださいと書いてはあるんですけれども、生活道路みたいなところがあるので全然行ってるんですよ、皆さんということでね、ちょっと見させていただこうかなと思います。こちらにはね、ベイシアスーパーセンターがあります。その下にバイクを止めまして、そしてちょっと見させていただこうかなと思います。古くなっているとはいえ、一応ね、通れることは通れるんですよ。よいしょ。古びてはいるけど、結構ねしっかりはしてると思う。鉄筋の橋ですね。はい、じゃあちょっと行かせていただきましょうか。はい、こういう感じになっていますね。なかなかですね、この橋の欄干。口っぷりがすごいね。ほら、ね、ちょっと進んでみましょうか。この先はね、行けない感じになっているな。ちょっと草木が多いですね。こっから行くと16号につながってるんですよ。
国道16号にね、うん、でこう見るとあの辺りからねこのコンクリの色が変わってますよね。だからちょっと前に補強されているようなそんな感じはあります。いやなかなかですよ。あのここにベイシアっていうねホームセンターみたいなものがあるわけですけど、ここはねもともとは田んぼで、その後木材置き場みたいな感じになって、その後埋め立てられて、まあ、何年か後にこの建物ができているという感じですね。でどうやら、まあ、向こうの方、あの16号を越えた向こう側もそうなんですけど、その木材置き場みたいな、川の上に木材を置いておくみたいなのが昔はあったんですね。だからね、古い写真見るとこの辺り結構木材だらけという感じだったですね。年季の入った橋、まあまあ自己責任にはなりますけれども、来て見ることはできますと、渡ることもできますと。でもただ向こう側の方にはちょっと木が生い茂りすぎちゃってて、なかなか行くことはできないという感じになっています。神田川、ん違う、神田川書いてありますね、名前がちょっと見えにくい、そんな場所でございました。じゃあ行きましょうか。そんなにね長くないですね。長さで言ったら50メートルぐらいの橋だと思います。反対側からどうなっているのかっていうのをね見に行きたいと思います。さっき渡った川がこれですね。ここが16号ですね。じゃあ行きましょう。泊まれるかな。もうなんかすごいね、草がもう山盛りになっちゃってますね。これはいけねえわ。あー確かにこれはいけないですね。あーベイシアがあるからここだね、ここ。うわすげえすげえ、もう草が生えちゃって、もう草が生え放題になっちゃってるからね。よし、それじゃあね次はちょっと遠くからになるとは思いますけど、橋をね見てみたいと思います。一応見えないことはないね、見えないことはないけどちょっと見えにくいね。あーそっか、こっち側からだとちょっと見えにくいけど、向こう側に行けば結構見られるかな。ちょっと向こう側行ってみるか。いやーこうやって見るとめちゃめちゃボロいっすね。わかるかな、ちょっと右側が高くなってるんですよ。さっきはねこの右側の方からずっと左の方に向かって歩きましたけど、右側の橋桁だけちょっと高くないっていう感じになってますね。いやー面白いね。なんともこうちょっとのんびりとしたね時間が流れている、まあ、そんな場所になりますかね。よし、じゃあ行きましょう。見事な廃れっぷりをした廃墟だったなと思いますね。あまりね廃墟だからさ渡りたいっていう感じではないんだけど、でもまあ川も浅いし、これ一発落ちてもまあまあ大丈夫でしょうっていう感じで渡りましたけどね。うん、だからあの渡るのは自己責任でお願いしたいと思います。まあもちろん当たり前ですけどね。でもねなかなかいい景色の橋だったなと思いますね。遠くから見てもねやっぱり、うん、それなりに年季が入ってて良かったですね。
あの橋自体も良かったですけど、やっぱね、あの周りの風景込みで、あの橋っていうのがね、非常にいい味わいが出てたなと。千葉の歴史をね、また一つ見ることができたっていうのは、俺の中ですごく良かったなという感じですね。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良かったよという方はチャンネル登録、高評価お願いいたします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。